こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、三拍子の発展、昨日やったやつから、三拍子ってもともとは多分こう、アドリブやるの最初も全部4拍子2拍子だったと思うんですよ。で、3拍子っていうのを一番最初に、いろいろやってる人はいたと思うんですけど、世界的にこう発売になって有名になったのは、やっぱ多分クリフォード・ブラウン・マックス・ローチの「バルス・ホット」だと思うんですね。タラバラリリ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 
んたった、あ、この3拍子でもアドリブできるんだみたいな感じ、こっからやっぱり変拍子なんかも発展していくので、ものすごいこう一番最初のこうジャイアントステップスだったんじゃないかなと思うね、大きな飛躍だったんだと思うんですけど、ワンツースリーワンツースリーワンツースリーダーバラ、こういうシンコペーションをしています。ところがシンコペーションっていうのはやっぱりちょっとこうここやると面白いんじゃないのみたいな、クラシックではあんまりないみたいなんですけど、昨日やったワンツースリーダンスダン、ワンツースリーダンスダン、ワンツースリー、でこれが出てくると、じゃあ1の裏のシンコペーションから3につなげるやつ、ワンツースリーワンツーワンツースリーワンツースリーこういうノリね、タットーンドンタットーンドンっていうノリです。ちょっと音源と合わせてやってみると、みたいなことができるって感じですね。タトー、ドー、タトーンみたいなジャンプの仕方ができて、こういう発展の仕方、この 2-3 タイプ、この A は2の裏からのシンコペーション、これは1の裏からのシンコペーションってことはもう一個あるんだけど、それより先にですね、多分まあこれが C のタイプ、これが3の裏、これはもう現代系の人がものすごくやるんですけど、まず それより先にこの僕は大事なのは、このエルヴィン・ジョーンズとかがやっていた3拍子の 1-2-3、シンコペーションの僕は連鎖って呼んでるんですか、裏裏裏表に繋がるやつね、ワンツースリー、こういう感じ。この足の裏はこれ3連鎖になってるけど、こうもっと手前からワンツースリーワンツースリーバス、エルヴィンなんかはこれに3連足して、足の裏裏裏のフレーズと1の裏と2の裏をこう混ぜれたら、これでかなりモダンジャズのところはいけるのかなと。で現代コンテンポラリージャズになってくると3の裏もあるじゃんねみたいな、で3の裏と2の表つなげたらすっごい変にならんみたいな。普通にドラムだけ聴いてると、ワンツースリーワンツースリードーチッキチ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 ドー、こういう形なんだけど、ワンツースリードンチッキチドーチッキチドーチッキチドーチッキドーチッキドーチッキドー、カート・ローゼンウィンケルのジバゴとかこういう曲で使ってます。曲でやるとね、すごく不思議な感じがするんですよ。だから分かんない、普通のこういうのが理解してない人と一緒にやるともうみんなフラフラしちゃってバンドがぐちゃぐちゃになっちゃうんです。例えば A だとワンツータン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 、これまあ普通なんだけど、ワンツースリー、うんうんうんうにするとものすごくまたぎ方が違うので、ふわふわした感じとか自由に飛び跳ねてる感じがするというか、なんかこう
普通な感じもするけど、なんかこう不安定でなんかふわふわした感じがするのがこの現代コンテンポラリーで使われるタイプですね。でここからさらに4割したりする人いるんだけど、もう頭がついていかないですね。そうすると共通項がほとんどないんで、表吐くってみんな共通項で頭の中でボンってなるから、表吐くってこれどっちにしたってこれあるでしょ。3の表あって、まあ1の裏飛ばしたとしても、うっかーかーうっかーかーうっかーうは結構聞こえるんだけど、これ1の表を飛び越える感じだから、これ全然だから1の裏がものすごくぼやけて聞こえるから、みんなが思ってるこのここっていうところがほとんどなくなって、それを読んで割られるとくしゃくしゃになるって感じがするんですけど、もう戻るのも大変、自分演奏してても、あどこが頭だっけって思っちゃうんだけど、こういう、下にこうリズムが流れてる上に違うリズムをこう前科のように積んでいくみたいな感じですね。そういう感じでだんだん発展してきてます。なんでこんなことするのって言ったら、まあ新たな表現方法を見つけたって感じですね。だから絵画でもそうだけど、あの新たな手法で書いたことによって、結局どういう感じ方をしてもらえるかっていうことがこう増えていくって感じね。だからそれをいかにさりげなくやるかが、もうこれ見よがしにやるんじゃなくて、いかにさりげなく、あれなんか変なことやってたけどすごい気持ちよかったなっていうのが、まあ本当は最高のやり方だと思うんですが、最初のうちはワンツースリーワンツースリーワンツースリーってやるんだよ。でその何それって言われたりとかするんですけど、本当にね、ケイコリーさんの言ってるところの本当に音が修羅場をくぐらないと、こう本当にこうなんていうかな、本気の音でやってて、そこにちゃんと当てはめれるようにならないと、結局本番ではあんま使えないんですけど、まあ本番で使って失敗してごめんちゃいみたいなのを繰り返すしか方法はないですね。でどんだけ練習してても結局ライブでやるとみんなも寄れるし、その寄れる具合も見越してこの辺みたいな感じを、やっぱりものすごく経験値で積んできてるとは思います。というわけで本日は以上になります。ご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。